自主トレの時、うん、あの羽田さんご自主トレどっか行って投資をだけ。ああはい、投資をね。まあ俺も多分それ言うたんだろうと思った今。どこ行ったんですか自主トレ。あれ北海道行ったね。北海道の大学。誰と行ったんですか。立ち森と。懐かしい。なんでそんなそこ行こうってなったんですか。アウディじゃないですよね。そこはもう。それは飛行機で行ったんです。それはさ、はい、昔亡くなっちゃったかな。極真のシアンで、うん、高木香織さんという人がいた、うん。たまにはね、野球ばっかりやってんじゃなくて、うん、まあ、精神的な修行とか、うん、やったらどうだってから、うん、わかりました。なんかいいね、ちょっと乗りたくなりますよね。わかりました、行きますよって。うん、初めは本当に精神修行の、うん、まあ、座禅組んだりだとか、うん、まあ、スキートレーニングしたりだとか、うん、そういうのをやる予定だったの。うん、で、初日行って、まあ、要は向こうはさ、黒帯の試験なわけよ。そこで黒帯の人らはすげえなと思ったけどさ、はあ、座禅組んだとか、うん、1時間ぐらい座禅組平気なんですか。マイナス20度ぐらいだから、はあ、それあの同期だけで、同期だけでやってるんですか。もう震えもしないなこうやって。で1日目はでもほんとスキートレーニングしたの、はあ、そしたら2日目がね、その夜か終わって帰ってたら日渡りするぞってわけだよ。火走ると、そうそう、火走るって言うわけ。それは無茶です。やけどするじゃん。もうところがさ、麻痺してっからだろうな、あれだね。熱くないんだよね。あ、冷たすぎて、もう足がもう。そっから始まったの。修行が、修行が。もうそういう、まあ次の日も当然座禅3日間やったんだけど、うん、したらね、大雪山って山があるんだよ。大雪山って、大雪山って、うん。聞いたことありますね。山がさ、あったさ、うん、そこをさ、うんと、お昼ぐらいから上がって、ロープウェイじゃないよ。もう歩いて上がっていくんだから、ザーッと途中でさ、ここで雪崩が落ちたらお前らそれまでの命、あ、それまでの運命だぐらい、運命だなんて言われちゃって、今度上行ったら、普通はねそのままだったかな、体的に1枚で上半身裸で30分間、うん、ふんどし赤いふんどし入ってたから、うん、赤のふんどしで30分間1時間立前立ったまま、あれ立前ですか、やばいっすねそれ。でもそれでも別に、ああできたなと思って降りて、ただその地上に降りるときにやっぱ鎌倉の中にしばらく体温の調整しなきゃいけないみたいなくて、それでまた降りていった、うん、でもその時も別になんともなかったの、うん、で次の日にまた座禅組んで、その夜だったかな、寒中水泳って言われたの。まあ要は帰る前日だよね、帰る、ね、牧場に行ってコーク全身よ。まあ要は水泳のようなこんなやったさ、コーク全身で空手着一枚で雪の上300m ぐらい往復するの。もうそれはね、さすがに俺もね死ぬかと思ったね。それも 夜だったから寒いし、まあそれ終わったでしょ、その往復して、はい、でバスの中に乗った時にもうほんと眠くて、うん、寝ちゃダメだみたいな、そう、ね、寝ちゃダメなの、寝たら死ぬぞって言われて、で我慢して今度はついて、あの宿舎に着いて、今度は風呂入るのにも水風呂からじゃなくて浴びちゃダメなの、やけどみたいになっちゃうんですね。そう一気に風呂なんか入ったらもう体がドロドロってなっちゃうんでしょ、ね、なっちゃうってから、水風呂からして、水もそんな冷たく感じないの、水もあったく感じながら、ほんとそうなんですね。押して次の日起きたらもう足が水ぶくれになってましたよ。ポンパーれて、うん、まんまれて水ぶくれで、凍傷なんて知らないから水ぶくれになっちゃったんですよって、あ、凍傷だなんて言われて、軽く投資ってもしかして切断するんじゃねえのと思ったんだけ ど、帰ってきて、で病院行ったらもう先生がこれちょっと最悪のこと考えてって言われて、切断だよね、最悪の場合は壊死しちゃったら、壊死しちゃったら最悪のあれだからって、まあ俺が手術した先生ら、その先生らに連絡したわけ、投資になっちゃったんですよって。そしたらもう俺のところに持ってきたのは、これは死人を蘇らせる機械なんだって言っていうので持ってきたわけだよ、うん、なんかさ鉛筆みたいな、カーボンなのかな、うん、鉛筆みたいな芯にさ、はい、火かなんかつけるとジジジジって光線バーン、ゲルマニウムみたいな、そうなんか分かると、あ、ありました、照らすこういうやつで、そう俺もあれで血が治ったっす、あれで血が治った、ほんとおし、俺3日間ずっとあのほんと照らしっぱなしだった、そしたら治っちゃったの。それで治った、キャンプ行けんじゃんと思ったよ、はい、でだってゴルフやったんだから、それからゴルフ、あ、大丈夫だな、もう歩けんなと思って、うん、それ病院に行っても先生もびっくりでさ、それで治ったんだけど、でゴルフもやったらいけんなと思って、まあ、知り合いの看護婦さんが いたわけよ、はあ、まあ、それも俺もあの無知だったっちゃ無知だったのかもしれないけどさ、はあ、消毒液を持ってきてくれたの、看護婦さんが治った後ですか、治った後に、はあはあ、やってる最中だな、こう照らしてる治療してる最中に、はあ、でもしあったらこれ消毒しなよって言って、その消毒液を持ってきてくれたの、看護婦さんが、うん、
でも落ちてくれたんだけど、俺はさ、マキロン以外はさ、つけたことないからさ、マキロンでシュッシュッシュッシュ振りゃいいのかなってぐらいの感覚でさ、治った後にそれつけたの。したら現役でさ、薄めなきゃいけないって話してさ、いろいろやりますね。どうなったんですか？皮がもうピラピラになっちゃってさ、歩けなくなっちゃったよ。治ったと思ったのに。治ったと思ったのに。それでキャンプ行けなかったの。あの時に羽生田さんに名前がついたの知ってます？チームで、あだ名が、あだ名東証ボーイだから、東証ボーイだってあれさ、2月の途中ぐらいから所沢の室内練習場でさ、キャンプインだよね、自費取りでキャンプインした時にさ、まあ、足はもうその時はもうだいぶだった、治ってね。でチーム記者が何人か引いたわけだよ。東証ボーイ指導開始って言ってたからね。だから指導開始だったら東証ボーイやとかって、なんだこれ東証ボーイってなんだよと思って。何回ありますよね。それ野球界でスキー場のジャンプ台を上がってってアウディ買った人も初めてでしょうし、東証になった人もいないでしょうね。いないかな。今までの勝者の方よく見てますよね。だそこでちょっと戻りたいのは、ね、背番号なんで茨城の強肩羽生田スターが19番だったかっていうことなんですよ。そういうことね。ああなんとなく聞いたことあるんですよ僕。でもそのあんま詳しく聞いてない。それなりぶっちゃけてどうするの。まあそれはいいんじゃないですか。その使わないと、ともかくやっぱここはもう YouTube はそれいいとこですから。あ、そうか。ああもう時効ではないですか。時効だよね。ああまあ当時付き合ってた女の子がいるわけですよ。はいはい。日大って共学ですか。共学で、その日大の時代のことを付き合ったわけですね。そう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 。なんでその出会えるんですか。やっぱ外出しちゃった時に出会っちゃうわけですね。クラスにいるんですか。クラスは別々なんだけど、はい、別々でしたね、その時はね。はい、なんでそこ敬語になるんですか。で結構うるさかったの、うちの学校は。あ、恋愛禁止。恋愛禁止で。その子も部活やってて。でファイターとか聞こえるんですか。その聞こえる、聞こえるわけよ。女子は寮じゃないんですか。女子は寮じゃない。通い。うん、まあ、で 上から何かこうで、おお、かわいいなーなんて。なるほど、なるほど。かわいいなと思って。いや、だーって。なんとなく言いに行ったら付き合うことになっちゃったんだよね。まあ、付き合ってくんねえかなんて。積極的っすね。積極的よ。そう、まあ付き合ったんですよ。はい。まあいろいろ、要は3年の時だからね。はい。1年経って、1年後ぐらいか。はい。で、夜中抜け出して、その彼女のところに、はい、まあ行ったわけですよ。行けば行きたくなっちゃう。そう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 。青春ですからね。そうそう。普通はそれみんなやってることですからね。そうそうそう。その帰りかな。うん。朝方。もう寮朝だともうでも4時、4時50ぐらい、はい、それ関東大会後ですか。関東大会後でもとりあえず走って帰って、そしたらもうその日の昼野球部全員呼び出されて、その日のこの誰が神奈津の方うろうろしてたのっていう情報がバレちゃって誰か知ってたの。俺も知らないで、もう知らんふりするしかねえよって。もう油汗ですよ。そうそうそう、やばい知らないでも神奈津って言ったら、神奈津なんかうろうろするの俺ぐらいしかいねえだろうなと思いながらね。もうバレてんの。そうそうそう、彼女の方にさ誘導尋問かかってさ、あの羽生田昨日言ってたろって女の子はね、女の子ははいなって、はい言っちゃった。だってそうなると思ってないですからね。そう、口らは合わせてないですよね。そうそうそう、口は合わせてないし、はい、大会終わったばかりでね、もうお前背番号も渡さないって言われた、うん、渡さないし、もう練習も出なくていいって初め言ったんだけど、出なくていいって言われたのに毎日出させたんだけどさ。まあ立場上言わなきゃいけない、ね、そう、出なくて、だって日付なしのタイミング届けも出したんだから。野球部じゃなかったり、多分そのプロからもそういう風に見られてなかったら多分退学だね。まあ普通そうですよね。そうそうそう。で、そっからね、ボールなんか握ったことないのか。あの夏の大会まで。一回も。寮にはいるんですか？寮にも、寮も出された。もうだって家なんか5分ぐらいだからさ。だから帰って俺は家に帰ってよかったなとは思うんだけど。その時は親父は何て言ったんですか、お父さん。うん、やっちゃったのか。やっちゃったら知らないなっていう。ああ、よかったです。はあ。で、例えば遠征先でも、遠征先連れてかれるんですか？行って、もうこれ帰れたから。走って。大変ですね、それも。大変どころじゃないね。ある日もう面白くねえからさ、3ヶ月ぐらいそれが続いた時かな。今ここもまあ一つのターニングポイントだったかもしれないけど、はあ、もうやめようと思った。もう学校もみんなやめちゃえな、面倒くさくなっちゃうからもういいやと、なりますもんね。ああ授業終わってもう どっちみち自転車で家から帰るかっていうから、はあ、そのまま家校門出たの、ヒュッと、はあ、正門か、はあ、正門出てさ、出たらさ、そこにこの担任の先生がいるんだよ。
何かしら合いますね。そう、単もうそう思った日にもいいやと、行かねえ、行かねえもいいやと思って、3人の先生がいてさ、何してんだよって、もう帰ります、やや練習はと、いや、もうやめますからさ、そのまま職員室で呼ばれて連れ帰って、こっからまで2時間ぐらい説教されて練習 やってんじゃん。でその時ね、たまたま、まあ、午前中で要は授業が終わった日だったのよ。で筑波大かなんかと試合だったの、ああその日説教されながらもさ、野球部のバスが止まってるから、ああチラチラチラこうやって見るじゃん、ああなかなか出発しないんだよ、ああ出発しないのかなと思ってさ、俺待ち筑波大と試合やるの、そうだから筑波大行ったら帰るだから、で結局手貸して帰ったんですか。貸して帰った、すごいっすねだからでもそれがターニングポイントだ、俺本当にそれが、まあそこで先生と言いなかったらもう多分、まあ分かんないけど学校辞めてたかもしれないね、うん、野球やってないですよね、野球やってないね、結局大会前まで俺なんかにいたことないんだから、うん、バッティング練習もしたことないし、うん、それで一応コーチがいたわけね、はい、あの時当時茨城県で20人まで入るんですね、ベンチですね、ベンチね、そうですね、で最後19番で呼ばれてさ、まあ、入れようと思わなかったけど19番で入るだけでも関心のなって言われてさちょっと嫌な取り方しずず高校生ですしねありがとうございますなんてさ、打席にも3ヶ月もバットも振ってね、何もしてないさ、いきなり3回戦で代打行ったんだね使わねえって言ってんのにさ代打行けって言われてさ、うん、使わねえって言ってんのなんだよだから推奨のところ代打とか、代打であのスリーベース打ったの、練習してないのに、練習してない、スリーベースで、それで逆転して勝ったんだよ、日大が推奨に、推奨に、はい、水戸市民球場、そうそうだ、ベストオーガーなんかでしたっけ、そうベストオーガーで戦ってて、檜山さんの時代ですよ、そうそうそう、キャッチャー檜山でさ、あそうそうそう、そう檜山俺打席だったけど、やっと出てきたなって言ってた、うん、そうそう、やちょっとバレてたんですか、やらかしたの、いや、なんかみんな、なんか知ってたみたいねまあ高校はそれが、それだけだけど、プロに入っての寮抜け出し事件は、まあ、結構いっぱいあるもんな、